はい、何ですか。あの、今日はこの大仏を見に行きます。なんで大仏？心癒されたいからです。大仏癒されんの？癒される。何大仏がいいの？初夏如来。奈良京都京都。いや、奈良はいけないな、遠すぎる。で、奈良って大阪とかさ、あっちの下の方が。これがほとんど奈良なんだよね。なんか東京の近くないの？神奈川とかさ、千葉とか。本当に仏像でいいの？本当にいいよ。癒されたいんだよね。癒されたい。で、仏像見に行くって？うん。癒されたい、癒んでる。ねえ。病んでる子だよね。病んでるっていうか、クマ取りたいから癒されたい。クマ？うん。あ、やだ、お前。キキ、今日仏像見に行きたいって言ってる人がいるんだけど。はい、私です。仏像。こういうの。だけど、ほとんどネネが見たいのが関西にしかないの。どうすればいいの？こういうさ、つるっぱいに癒されたいんです。地蔵、お地蔵さん？知らん。あ、お地蔵さんは結構あるかもね。お地蔵は嫌だ嫌だ。あ、お地蔵さんは嫌なの？仏像ですよ。でっかい仏像がいいの？うん。ね、大日如来にも会いたいな。ここ広島県遠い？広島超遠い。佐賀。遠い遠い遠い。佐賀って何？頭あんじゃん、めっちゃあのイボイボ。骨がひゆゆいて。イボイボ。めっちゃでかくない？あれ何？オッケーやってる。そう、こうやってやってる。こうやってホーク、オッケー。お前、失敗。そう。オッケー。あれもオッケーやってる。やってるね。レッツゴー。どうなってんだろうね。階段ではないよね、さすがに。階段なんでしょ。階段なんだ。え、あの高さ。マジで言ってる。バカみたいに運転させられて、連れてこさせられて。朝起きてね。帰りに1000万でも拾えねえから。落ちてたら、交番なんか届けねえよ。最初はちょっと見て見て。エレベーターでって書いてるんですけど。エレベーターがあるんだって。なんで？ねえ、ねえ見て。何で展望台へって書いてる？お、エレベーターで地上85メートル。急に目悪くなった。急に目悪くなった。牛久阿弥陀ブッダ。よ、ブッダ。牛久阿弥陀大仏。柴犬が骨がちっちゃい時に来たんだよ、2歳ぐらいの時。やっと大仏。キキはどう？あれ見て、でかって思った？ここ来るの初めてだよ、キキ。キキは初めて。大粒だ、大粒だ、大粒？うん。これ何？大粒だ、大丈夫。オッケー、行こう。行きましょう。走る。走るから。ああ、走ね。見て、ここなんかすごい旅館みたい。すごいね。こういう場所にねねは泊まって。はい、ねね。あ、ねねのとこがあるよ。ポーン。ポーン。キキやるって。ブッダ登ろう。あれ仲間だよ。頭？頭同じじゃん。頭？ゴーと頭同じ。
ょっと近いよね。階段がよかった。120メートル階段はやばくない？いけるいける。ねるならいけるかもね。マジですごい。いけるよ。あの中体内っていうのって体内大仏体内じゃあ胃ある肺ある心臓も腸も便もいや便あったら嫌だね。魚やってるけど魚見てるからえすごくない？めっちゃ近い。こんな浅瀬にいるの？水バシャバシャ飛んでくるから。あっちが一番見やすいです。やばっ。こんな浅くてマジで大丈夫？すごい。かわいい。かわいい。うわ、必死じゃん、もう。え、元気になってる。すげえ。うわぁ。うわ衝撃映像だ、これ。すごい、今撮ってた。ポイってやった？おぉ。今、これやったの。これやったの？ケンちゃん袋入れてくれたね。ママ待って。置いてある。大仏、さっき見たもんね。うん、大仏って怖かった。大仏怖かった。プレイズルタコはそこそっち、うん、食べたい。ママもきっと同じの食べたい。あ、じゃあねねもこれ買う。うん、シリオ癒されましたか？うん、楽しかった。うん、ママありがとう。ありがとう。また会った。今日お家で寝る？今日お家で寝るよ。また大仏会った行く。バイバイ。大好き。ママ、力はどうだです。バイバイ。見てあげると。バイバイ。うんこ